こんにちは、エルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。発売からもう2ヶ月以上は経ってます。 α9-3、まあ、ある意味初ちゃんとしたグローバルシャッターのカメラと言ってもいいかなと思います。もう今は実際にいろいろ存在しているカメラで、多分もう唯一のグローバルシャッターカメラです。そしてもう2ヶ月経って2ヶ月以上はもういろんな環境で使いました。いろんなテストをやってました。こんなことができるとかこんなことできないとか結構もういろいろやりました。でこの2ヶ月で買ってよかった理由と、この辺まだちょっと改善したよくね、ちょっと欠点、小さな欠点と注意するポイントもあるので、今日の動画では真面目にめっちゃ冷静に α9-3 の話をするので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてイントロが流れている間にぜひ皆さん のコメント、皆さんの α9-3 への意見、こんな高いカメラ買おうかがもう絶対あると思うし、まあ、ストローを使ってるけどまだ気になってる人とかも結構いると思うし、皆さんのこのカメラの意見も、買った人も買ってこの点が良かったとか、多分他のこの動画見ている人にとって何か役に立つ情報になるんじゃないかなと思います。ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。OK、 今日はこんな感じでちょっと神戸をうろうろしながら9-3のいろんなポイントをまとめるので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しい。初めての人だったらイルクです。いろんなカメラに関係する話アップしているので、初めての人だったらぜひチャンネル登録してくれたらめっちゃ嬉しいです。そして、本題に入る前にちょっと告知です。4月6日に大阪の梅田でちょっとセミナーします。梅田のダイヤモンド地区の桜、夜桜でポートレートセミナーをするので、ぜひ遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。阪神の百貨店とか、なんか大阪梅田駅前に結構もうライティングして夜桜で撮影します。URL 詳細は下の概要欄に入っているので、ぜひ遊びに来てくれたら、すごいいいイベントになるので、夜景と梅田の綺麗な夜景と、ちょうど桜も咲いてるかな、咲いてると思うけど、雨、雨天結構、もちろん雨降っても、どんだけ降っても私は全然問題ない、もう取れます。ぜひ、ぜひやりましょう。今から α9-3 について、真面目にいろいろ話します。で、先ほど言った通りに、初グローバルシャッターかな。初グローバルシャッターなんだけど、一番最初に話す点は、まずグローバルシャッター置いといて、普通にカメラとして、どういうなんかいい点とかが、どんな感じに変わったかをまずちょっとだけ話してから、その後グローバルシャッターになってからの、ここがやばいぞ、ここが気をつけないといけないぞという点もいろいろあります。だから最初はグローバルシャッターは無視です。で最初はね、シンクロスピードが、例えばストロボ使ってる人からしたらシンクロスピードが500分の1ですと考えてもいいカメラです。ほとんど今までのカメラ、キャノンは大体200分の1、他のソニーのカメラは250分の1、ソニーの α1 だけが400分の1、このカメラは500分の1のシンクロスピードになってます。なので500分の1で本当にどんなストロボでも全く問題なく、使えます。ハイスピードシンクロはもう存在してない、このカメラに。ただ、そう言っても、一つ小さなちょっと欠点というか気をつけるポイントがあるんだけど、このカメラのベース感度が100ではない。今までのカメラはだいたい100だったりして、確かニコンにベース感度が80のカメラも確かあった気がします。ここはもう違います。ベース感度がかなり高いです。250です。つまりシャッタースピードが500分の1、シンクロスピードが500分の1だったとしても、ベース感度が今までのカメラの1段ね、250分の1から500分の1、1段変わってるんだけど、でも実際のベース感度が100から1段じゃなくて、250になってます。1段の3分の1段変わってるので、 なのでその辺はそんなにメリットがあるかというと、もしかしたらそんなにないかもしれません。そんな感じで、シンクロスピードの500分の1のカメラです。で、α9-3 はおそらく今までのソニーの9シリーズの中のカメラで
どういうカメラとして、まあ、宣伝されているかというと、まあ、スポーツ用のカメラ、連写が速いカメラとしてだいたい考えられてます。これは違います。これは後でもっと話すけど、このカメラのグローバルシャッターのまあすごいところは、まあくまでもストロボの人、ストロボを使ってる人が一番得するんじゃないかなと思います。それはちょっと後で話します。で、連写の性能やばい、普通にすごい。いろんな環境で連写とかも撮影してたし、犬のアジリティ大会とかめっちゃ走、こっちの方走って向かってる速い犬とかも撮ってる。連写の性能、オートフォーカスの性能がもうやばい、すごい、かなりすごい語彙力かよ。で、それだけじゃなくて、連写のスピードも多分初かな、120フレーム、1秒120フレームが撮れるカメラです。純正レンズを使えば、それもかなりかなりすごいけど、実際にその機能をそんなに使おうかなっていうか、あんまり本当に何かすっごい速いものが、なんか今しかないやべえ瞬間だったらオンにするかもしれないけど、でも通常に1日の撮影をそんな感じで撮ると、おそらくその後からのデータの整理がだいぶすごいことになるかな。だからちゃんと私の中の考え方はちゃんと考えて撮るのが、まあ、一番いいかなと思います。もちろん、まあ、スポーツでずっと押さないといけないもあるかもしれないけど、 ちゃんとシチュエーションを考えて、あくまでもなるべく少なめの枚数ですごいいい写真が撮れたら一番、まあ、最高な感じなんじゃないかなと思います。なのでオートフォーカスやばい。α7-4 も全然フォーマンは全くないんだけど、α7-4 よりは被写体が完全にこういうふうに横に向いた時にもうギリギリ目が見えなくてもピントは合います。そういうなんかちょっと微妙な調整で、なんか AI でオートフォーカスがまあ良くなってるんじゃないかなと思います。ではさらに、あと何点かいろいろあります。ボディのグリップがすごく良くなってます。もう少しグリップが大きくなっていることによってすごく持ちやすくなります。まあ、今でも持ちやすいっちゃ持ちやすい、もうかなり個人的になんかいい感じになってます。グリップ全体的にすごい持ちやすくなってます。で、液晶がバリアングルだけじゃなくて、まあ、いろんなその最新型のこの液晶にはなってるけど、実際に私がそれを活かしてるかというと全く活かしてない。私の場合はほぼバリアングルとして横に出すか、まあ、たまにはチルトとしてこういう風に使うことは、まあ、めったにないけどな、本当にたまに使います。でも、まあ、画面はすごく、まあ、いい感じになってます。電池の持ち、全くそこも、文句はなしです。電池の持ちで普通に撮れば、本当に普通に、まあ、一日中そんなに写真、まあ、見なくて撮影してたら、だいたい電池1個で1300〜1500枚の間は全然問題なく撮れてます。何も連写とか使わずに普通に撮れたら、なので電池の持ちがもう良くなってるかもしれないけど、なんか今までの私のイメージはだいたい800、900枚ぐらいのイメージが多かったんだけど、なんか全然数えてみるといつも電池1個で1000枚は超えてます。1300〜1400枚まで行くことも何回もあります。で、連写撮るときはさらに撮れる枚数が増えるんだけど、私の中で一番多かったのが電池1本でめっちゃ連写いっぱい撮影して使ってた撮影で、何枚だったかな、15000枚前後撮影してました。連写いっぱい使って、連写撮るともうちょっと多分電池の消耗が大丈夫になるんで、電車ので撮影するときはもっと長く撮れます。またね、好感度がもうダメじゃんという意見も結構ありまして、一番最初に多分カメラが出てまだ未発売の時にいろんなレビューやってる方が実際に使ってみて好感度をテストをして、あれ、このカメラ好感度のレベルがひどいじゃん、全然使えないじゃん、それで結構心配になってる人がすごい増えたかなと思います。ただ好感度は
あのもう2ヶ月ぐらい使って今までにやっぱこのカメラ好感度めっちゃしょぼいなと思ったことは一度もないです。あの全く問題なく今までに使えます。まあ、もしかしたら環境によって1段の3分の1のなんか差がちょっとあったりするかもしれないけど、実際にあのただのグレー背景のもうつまらない背景のレビューよりも実際にロケであの見ると全然全く問題ないです。普通に今までに星空ポートレートも全然 α9-3 で感度6400とかそれ以上普通にそもそも上げることないんだけどね、あの3200とかあと6400とかで撮る分にはもう全くあの問題ないかなと思います。あの正直に高感度でも全然普通に使える。あの使えなかったらやっぱこのカメラしょぼいな、夜は一番最初にもしかしたらそうかもって思ったことあるんだけど、あのそのために α7-4 もあれば、まあ逆に昼間 α9-3 で撮ってストロボやばいから、そして 夜になると α7-4 そのまま使えばええじゃんと思ってんだけど、でも結局全然問題ないんで、夜でも普通に α9-3 で全然今までも普通に撮れてしまってます。あの2ヶ月ぐらい使って好感度がやもうしょぼいとか好感度が全然使えんじゃんと思ったことは一度もないです。なのでグローバルシャッターのまあやばさを置いといて、α9-3 はあの今までの α9 と比べたらまあまあまあ進化したカメラだなと考えてもいいかなと思います。で実際に私がもう2ヶ月ぐらいはすっごいいろんな環境で使ってました。そのいっぱいいろんな環境で使った上で、あのどこが一番進化したかっていうと α9-3 のどの部分が一番あのスポーツカメラとしてさらにいいカメラになったかっていうと、まあ今まで一番良くなったところがあのストロボを使ってる人のメリットです。で今からストロボを使ってるとどこまであの進化したか、どういうメリットが出てきたかはもう詳しく話すので、ぜひまた次の点も聞いてくれたらめっちゃ嬉しいです。ストロボ使ってない人からしたら全然 α9-3、まあ、オートフォーカスが良くなったぐらいと考えてもいいんだけど、ストロボ使ってたらあの人生変わるレベルのいろんな機能が入ってます。ではそれ今からゆっくり見ていきましょう。ではここでちょっと質問、あの皆さんストロボ使う方ですか、あのストロボ使うことが多いですか、あのぜひ下のコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてストロボ、まあ、使ってたら実際に、まあ、グローバルシャッターの意見はの皆さんの意見も知りたいのでぜひコメント欄で入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではあのまずちょっと最初に、まあ、一番のメインのところというかストロボで何が変わったかというと、結果になるかもしれないけど、結果だというと今まで使ってた大きなモノブロックストロボ、例えばプロフォトの B10 プラスだったりゴドクスの AD600 だったり、あのそれぐらいの500ワットかそれ以上のストロボは使わなくなりました。もう完全に家からもう出さなくなりました。それだけこのストロボを使おうとあの非常に効率が良くなって、あの小さいストロボ、あの本当に 150g ぐらいの小さいガイドナンバー16ぐらいのストロボでも実際にも 250W のモノブロックの、まあ、露出同じパワーがある意味出せるようになりました。なのでストロボ使ってる人としてあの9-3はある意味革命だなと思ってもいいぐらいのレベルです。あのもしあの例えばロケでストロボを使ってるプロの方であのキャノンとかニコンとかも結構いるかなと思います。正直にもしキャノンとニコンがグローバルシャッターのカメラ出さなければちょっと正直にやばいなと思います。とか周りにだけでもあのキャノンの R3 を売って結局ソニーの9-3を買った人1人か2人ぐらい、そして Z9 を売ってストロボ使ってる人ね、あの動物とか置いといてストロボ使ってるのがメインのカメラマンで Z9 もシステム丸ごと売ってそれで9-3を買って
そしてそれで荷物が半分以上荷物が減りました。そう、それがもう一つの α93 を使い出してからのすごい変わったところです。私が結構荷物が多い時がよくあります。ロケ行く時には、多頭ライティングも結構やってるし、パワーもなるべく強いパワーのストロボでロケ行くことが多いです。例えば沖縄だったら、一番強いのがあった方が昼間でも不自由なしで撮れるし、ちょっと暗くなって夕日とかすごい逆光とかでも問題なくは撮れるんだけど、9-3を使い出してからそのめっちゃ強いストロボ持っていくことがほぼなくなりました。正直に B10 プラスのプロフォトの 250W のモノブロックは今まですっごい使ってました。おそらく4年買って4年ぐらいになるかな、4年ぐらいでもうめっちゃ使ってます。何回発光してるかもわからないレベルですっごい使ってます。もう毎日500とか1000回発光してるレベルで、もう大好きなストロボなんだけど、 α9-3 で一度も使おうと思ったことないです。だってグローバルシャッターでその 500W のパワーがもういらないです。使ったとしても多分32分の1とか64分の1とか128分の1のパワーでしか使わないので、もうもったいない、その大きなサイズのストロボ。そうなると実際に荷物がものすごく減ってます。今までの私の荷物は、例えばシンクタンクフォトの私のキャリーはだいたいパンパンです。パンパンに荷物、ストロボモノブロック2つだったりとか、それ用のバッテリーなくなるのもだいぶ嫌なんで、でフル発光で使おうとだいたいバッテリーが1日に5本6本7、8本使い切ったことは何回もあります。こんなに弱いパワーで使うとバッテリーももう減らないです。ほとんど減らないです。もうストロボ使ってる人は多分一番その悩みというか、多分それすごい分かってると思うんだけど、ロケで例えばモノブロック使おうと、大体何百枚撮るとストロボの電池がなくなります。もう変えないといけない、予備電池。すごい長いロケだと結構予備電池が必要になるけど、α9-3 と B10 プラスは使わなくなったんだけど、 B10 は意外とまだ使ってます。すごいあれ先行時間の長いストロボなんで、それ後で話します。結構まだ使ったりするんだけど、今までだったらおそらく電池5、6本ぐらいは持ってるんだけど、 α9-3 を使ってから電池はもう減らないです。1回の撮影に電池、絶対減らないです。1000、1500枚ぐらい撮っても、場合によって電池がまだ半分残ったりとかしてるので、もう予備電池すら持っていかなくなりました。今までリチウムバッテリーいっぱい入ってるポケットがもう今寂しい、何にも入ってないです。予備電池1本ももう入れてないです。本当に、撮影の長さにもよるんだけど、大体普通の撮影だったらB10 を使えば、おそらくGodoxの ED300 でもだいたいパワー一緒だけど、同じ考え方でも多分できると思うけど、多分ね、何回撮影してても電池がなくならないです。それが一番大きなメリットになるんじゃないかなと思います。で、先ほど言ってた通りに電池が全くなくならない、その理由がストロボのパワーがだいぶ効率がよく使えます。今までフル発光使ってた環境は9-3のグローバルシャッターで撮影すれば32分の1とか64分の1でもだいたい、ストロボにもよるけど同じパワーは出せます。同じ背景とのバランスが取れます。そうなるとストロボは今までにフル発光で使ってた状況がフル発光じゃなくなります。もう32分の1入れます。それに伴ってストロボ のチャージ時間がものすごく速くなってます。今までだったらだいたい私がよく撮影しているモデルさんはそれすごくよく分かってるんだけど、フル発光でプロボットの B10 プラス使うときには、音があります。ストロボのチャージ時間ピーッピーッ、ストロボのチャージ時間の音があるんだけど、だいたい1秒半、ちょっと電池が減ったら2秒近くなったりするんだけど、それでも
もうチャージ時間もないです。32分の1で同じパワーが出せるなら当然32分の1で取りたいです。32分の1で取ると多分何倍何歩早く取ってもチャージ時間は全くなくならないし、ただちょっと気をつけないと調子に乗ってめっちゃいっぱい写真撮ってしまう可能性があります。もうこのスピードでもうガンガンストロボのシンクロチャージ時間とか心配しなくて取れます。そして電池も全くなくならない、すっごい弱いパワーで同じストロボの、パワーが出せます。それはもう本当に2ヶ月ぐらい使ってほぼ毎日みたいに撮影してる期間も結構長いんだけど、今までに α9-3 を買って多分一番何か変化を感じた理由はそれです。で、α9-3 がなかったらそういう写真が、撮れないかというと全くそんなことはないです。ただストロボはまず大きなモノブロックにしてパワーが必要な昼間だったら、そうじゃなかったら全然普通のストロボでもいいけど、ちょっと綺麗なアクセサリーも使うときには大きなモノブロックにしてパワーを強くすれば、ちょっとチャージ時間の気をつけながら、でバッテリーの電池もそれでだいぶ早くなくなったりするので、十分必要なバッテリーの数も用意すれば全然問題なくは取れます。工夫すれば全然問題なく取れます。ただ9-3でその効率がだいぶ良くなりました。で、先ほどパワーがだいぶ、減ったことを話したんだけど、パワー減ったことによって、例えば私あんまり強いストロボでずっと光ってほしくない、いないけど、そんなにいないけど、そういう被写体がいるとしたら、もうほぼ32分の1で光るでしょ、ほぼもう見えないです。もう何か若干光ったかぐらいのレベルの光しかないです。個人的に自分でも撮影してる側として、たまに、結果見なければあれストロボ光ってるのってちょっと心配になってしまう時があります。ほぼ見えてないです。すっごい明るい時に32分の1で実際に私が撮影してて、写真見れば結構影響あるっちゃあるけど、あれでも目で見てても光ってるところほぼ見えてない、あれ光ってるのって何回も今までモデルさんに確認したことあります。あれ光ってるの。それだけパワー弱い感じで済むので、もう結構楽です。またはストロボ、すごい強いストロボ使いたくない環境もいくらでもあるかなと思います。例えばフル発光ですごい周りの人に邪魔だったり、なんか被写体、フル発光使いたくない被写体だったり、私も普通に動物とか結構撮影してるんだけど、犬撮影とかもやってるし、大体ストロボで撮影してます。ほとんどストロボで撮影してます。今までの環境では例えば、4分の1とかフル発光に近い感じで撮影してた犬撮影を α9-3 を使えば普通にあれ光ってるのぐらいの弱いパワーのストロボ、弱いパワーになります。32分の1、64分の1とかで動物撮影は全然できるので、もうさらに例えばそういう撮影が多い方で、あんまり強いパワーは出したくないけどすごい背景度アンダーにしたい、ロケで撮影するときにアンダーにしたい環境だったら、もう全然問題なくそれでかなりいい感じに撮れるので、もう一回その辺の話をまとめると、ストロボのパワーがだいぶ弱くなります。弱くなっても強いモノブロックと同じストロボのパワーが出せます。だったらどっちを選びますか。強いストロボいっぱい電池持っていくか、もう弱いストロボの弱いパワーでも電池いらなくて、全く電池なくならない、チャージがめっちゃ早い感じ、ストロボ使ってる、特にストロボ使ってることがメインのカメラマンでしたら、一番変化があるカメラになるんじゃないかなと思います。スポーツとかそういうところ置いてどうでもいい、ただ α9-1 でも9-2でも2でもだいぶ早いと思います。ただ α9-3 はそれとは別にもうストロボ使ってる人の革命と、もう全然言い切ってもいいかなと思います。もう一回皆さんもその辺の意見も知りたいので、ぜひ下のコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。いやでも α9-3 はめっちゃ高いんや。確かに
まあ、90万ぐらいするって多分まあ言ってる人もいるかもしれないけど、実際によく調べたら、まあ、安くて76、7万ぐらいでも買えるかなと思います。ちょっといろいろ調べたら、ではそれでもだいぶ高い、正直に私の人生で一番高いものでした。アルファ93は一番高いものなんだけど、ちょっとねよく考えた方がいい点が あって、まずカメラ高いは、まあ、置いといて、先ほど言ってた話で、ほとんどのロケではモノブロックとかすっごいチャージ時間の早いもいいモノブロック、いいストロボが、まあ、いらなくなると言ってもいいぐらい、いろいろ効率が良くなります。正直にアルファ93を購入するちょっと 1,2 ヶ月前ぐらいに、プロフォトのバッテリーを予備で確か4つぐらい買いました。ちょっとスタジオ撮影とかです、まあ、いろいろ長い撮影とかもあったんで、本当に1日に電池10本ぐらい使い切る撮影もありました。多頭ライティング B10 多頭で撮影している時に、それがちょっと完全に電池なくならないかちょっと心配になったところで、電池4本買いました。プロフォトの電池1本3万円ぐらいします。つまり、まあ、10万ぐらい近くはそれだけで使えます。でもう1回、強いモノブロックはほぼニーズなくなります。本当にロケでいっぱい撮影 してる人だとしたら、ほぼニーズなくなります。なので私も今 B10 プラスは持ってるんだけど、大好きなんだけど、4年ぐらいすごいいっぱい使ってるんだけど、おそらく今までのこの2ヶ月ぐらいの撮り方だと B10 プラスはもう使うことなさそうなので、なんか全然もう売ってもいいかなってレベルです。なので α9-3 を買おうと、今までに多分、まあ、いろんなストロボを買おうと、ちょっと高めの、まあ、5、6万、5ドクスでもそれぐらいはしますよね。AD すっごいパワーたくさん使う人でしたら AD1000、 AD1200 だったりとか、 AD600 使ってる人だったりとか、結構あるので、本当にそれなしで済みます。 AD100 だけでもかなり取れます。小さい安いストロボでかなり取れます。でまた4月の他の動画でもその話もっとするんだけど、そして結構それでいっぱいいろんなロケーション、いろんな真面目な仕事もやってきたんだけど、1万円ぐらいの安いストロボだけですっごい取れます。かなり取れ、もうびっくりするレベルで、今まででは本当にありえないレベルで、いろんな常識を α9-3、特にストロボを使っている人の常識が変わります。だからカメラは高い、それは事実認めます。もう一回、人生で、私の人生で車と家買ったことないんで、私の人生で今まで一番高い買い物です。でもいろいろこれからのコストを考えると、もう今までに撮るのにすごい照明だったり荷物の量だったりが必要なロケは、本当にそのカメラ一つと小さいストロボだけで済む感じになるので、ある意味ちょっと長期的に考えてみると、まあ、安いかなと言ってもいいかもしれない。皆さんこれについてどう思ってますか？確かに高いのは分かってます。私もソニーストアでこんなにお金出したちょっと高いの買ったなって自分でも思ってたんだけど、でもいろいろ効率良くなります。もしかしたら私の B10 プラスはもう売ってしまおうかもしれないぐらい、本当にもう使ってない感じになってきたので、それだけで α9-3 で、まあ、いろいろ変わります。次にすごいこの辺のいろんなストロボ使っている時の、まあ、ものを話したら、かなり一つすごい健康にいいところもあるかなと思います。それは何かというと、荷物がめっちゃ減るって話はしてましたよね。私この辺 のこの2ヶ月ぐらいの撮影でほとんどの場合は荷物めっちゃ減ってます。もうすっごい減ってます。なので今まで山登ってた時に、まあ20キロとかでもすごい荷物持って山登ったりするんだけど、これぐらい減ってたら逆に次に立山行くのがめっちゃ楽しみです。今までに実際に普通に、まあ、近いところの撮影行くだけでも私のシンクタンクのキャリーがだいぶ減りました。もう
今まではパンパン入ってたところが今まで半分も入ってないです。もう一回予備ストロボも入ってないです。そもそも入ってるストロボがでかいモノブロックじゃなくて小さいストロボだけで、こういう明るい時でも全然間に合ってます。予備電池がもう入れてないです。予備電池ないです。それに伴ってライトスタンド、今まで大きなライトスタンド持っていてたんだけど、ライトスタンドもコンパクトのライトスタンドだけでもいけます。それだけ変わりました。つまり今までの例えば1回の撮影行くときに15キロとか20キロぐらいのキャリーが9-3 を使い出してからもう多分10キロ切ってます。すっごい軽くなってます。それで一つ困る点があるんだけど、これだけ荷物減らされたらライトスタンドの重みにする荷物がちょっとないのはちょっと先日本当に撮影で困ってたところです。赤いリュックに入れる荷物がもうなくて、バッテリーとかも何もないので、それだけで荷物が非常にコンパクトになりました。すごい例えば長い撮影行くときにリュックに20キロぐらい入れると、まあまあ多分誰でも大変かなと思うんだけど、このリュックだけでも今だけでもカメラ、レンズ、ストロボ、アンブレラいろいろ入ってます。なので今このセットでもう普通に撮影できます。ライトスタンドは持ってないんだけど、ライトスタンドも別に横に日清の軽いライトスタンドを置くだけでももうだいぶ撮れます。そしてこれがおそらくちょっと腰痛いとか、多分絶対そういう方いますよね。多分いると思います。私も自分の腰やられたことあるので、すっごい重たい荷物持っていくときになんかベルト巻いたりとかも、多分全然そういう友達もいます。本当に腰に優しいカメラです。今までに使ってた多分20キロぐらいの荷物は α9-3 を使い出してからすっごい気軽に撮影行けるようになりました。朝から晩まで撮ってても電池1本も使い切れない現実なので、それだけ9-3を使おうと変わりました。そしていろいろ今話してたら、いやお前褒めてるだけだろとか、でもない、今からちょっとした気をつける点もいくつかあるので、それを話してからこの動画終わりたいなと思います。9-3を使ってからもう一つちょっとかなり、便利なところもあって、それが何かというと、特にストロボ使ってる人だったらある意味ハイスピードシンクロがないカメラなので、ある意味今までに250分の1までに制限して、それでハイスピードシンクロをやめて ND フィルターで撮影するという習慣 もなくなります。このカメラにハイスピードシンクロがないです、そもそも。でグローバルシャッターなので、どんなシャッタースピードでも全く問題なく、もうシンクロはでき、全く問題なく言い過ぎたか、一番最後にその辺の注意点を話すんだけど、どんなシャッタースピードでもシンクロできます。つまり ND フィルターなくてもかなりいけます。 ND フィルターなくてもいけるんだけど、あった方がちょっと先行時間、ストロボの先行時間とシャッタースピードの組み合わせがいろいろちょっと楽になります。それはちょっと動画のあと最後の方に話そうかなと思います。でもフィルターを使うことがだいぶ減りました。で私の場合は、9-3使ってたとしても、フィルター全く使わなくなったかというとそうではない。使ってるんだけど、すごい弱いフィルターを使うことがだいぶ増えてきました。例えばね、今までだったら日中シンクロやってる時にはだいたい ND6G4 か ND32 を使うことがほとんどだったんだけど、α9-3 を使い出してからも ND シャッターの前にね、シャッターの前に入れる ND2 とか ND4 とかそれぐらいの薄いフィルター入れるだけでグローバルシャッターで撮れるとかなり、もう最高です。ただほぼ ND64 使うことが減りました。ちょっとここで話すけど、 α9-3 を買ってから使わなくなった機材もあるかっていうと、あります。おそらく動画、この動画でもうちょっとどっかで話してるかもしれないけど、大きなモノブロックはほぼもう使わなくなりました。9-3を使ってる時にもう使ってない。 B10 プラスとかだったり、プロフォトの B10 プラスとかだったり、そうだよね、もう出すことないよね家で。スタジオで撮影してて、そしてめっちゃ絞ってる撮影とかだったら
あの B10 プラスはまあこれからでも使ってもいいかもしれないけど、ただないな、あのそれぐらいのパワーもいらないよ。あの外出したとしても普通に外開放で撮ることが多いんで、外に出したとしてもフル発光じゃなくて大体32分の1がもうマックス、それよりも64分の1、128分の1でしか使わないので、そのでっかいこれぐらいのストローを外に出すメリットがないです。普通にこれぐらいのちっちゃい 150g のストロボでも同じ露出出せるなら、当然そのカリストロボを選んだ方がちょっといいかなと思います。そして B10 プラスはモノブロックは置いといて、それよりも使わなくなった機材が、あの他のカメラですね。あんまり そんなにもう全部いらない、全部売りましたとか言いたくないんだけど、結果はそうなりました。なぜかというと、あの α9-3 を使ってから、あのグローバルシャッターはロケで使うときに便利すぎて、今までだったら全然あのキヤノンの EOS R5、R6、R3 も持ってるから、たまにすごい好きだし全然外で使うことはあるっちゃあるんだけど、正直に他のカメラメーカーがあのグローバルシャッターを出さないとちょっとやばいなと思います。あのストロボ使ってる人としての、まあ、魅力は今は感じてないです。あの5キロの荷物と20キロの荷物どっちで行きたいかというと、5キロの荷物で行きたいです。同じストロボの効率がもし出せるんであれば。なのでちょっともう一回ここで言うけど、あの多分出すと思います。キヤノンもニコンも出さないとやばいから本当に2ヶ月もグローバルシャッターもガンガン使った人として、グローバルシャッター以外のカメラに今戻るのが逆にちょっと難しいというか、全然撮れるっちゃ撮れるけど、どんなカメラでも別に撮影はできる、あの安いカメラで全然撮影できるんで、その効率を考えるとグローバルシャッターの効率がもう良すぎて、正直にソニーに もうグローバルシャッター以外のカメラも出してほしくない。もうメリットしかないので、あの、まあ、ローリングシャッターがなかったりとか、もう本当メリットしかないんで、まあ、使わなくなったのはプロフあの大きなモノブロックと大体他に持ってるカメラ、もうちょっと使う α7-4 は全然すごい好きだけど、いまだに普通に使ってるんだけど、私の α3、 あキヤノンの α7R、 何言ってんだ、あのキヤノンの R3、 R6、 そして EOS R はもう全部売りました。多分使うことなさそうで、残したのがあの EOS R5 と EOS RP。 RP も結構安くてすごいいいカメラなんで、全然それも残しましたが、あのもうあの一つだけで行きたいなと思ったら、今ちょっと様子見てもいいかもしれない。多分まあ半年以内にニコンさんも、ニコンちゃんだった、すいません、ニコンちゃんもキヤノンもなんか、まあ、せめて開発発表するかもしれないけど、そうじゃなければ、あの正直にストロボがメインでしたら、そうじゃなければそのままでいい。ストロボがメインでしたら今持ってるのは売って買う価値があるかなと、あの正直に思う。別に何もあのお金もらってないから、ソニーからあの全部自分であの買ってる感じです。あのマジやばい、最高です。それで、あの、まあ、私が使わなくなった機材はそれだけになります。では今から α9-3 を使って、あの一番注意するポイントをいくつか話します。すごい簡単なカメラかというと、そうでもない、若干知識が必要になる点もいくつかあるので、それをちょっと今から話します。そんな難しいことかというと、少しだけ、まあ、考えればそれだけで全然あの問題ない感じだけど、ちょっとやっぱり常識が完全に変わる、特にストロボ使ってる時の常識が完全に変わるカメラなんで、ちょっとそれを今から見ていきましょう。ではグローバルシャッターの話、グローバルシャッターで使う時も、グローバルシャッターをあんまりあの利用してない時も、実際に撮影している時も結構あるかなと思います。で、一つあのすごく大事な設定があります。あの昼間撮影して、昼間外で開放で撮影して、グローバルシャッターでめっちゃ速いシャッタースピードを
使って撮影するときにはカメラの中のメニューのストロボ発光時間調整という設定があります。その調整設定はオンです。純正ストロボ以外で撮影するときね、純正ストロボで撮影するときにはカメラが全部勝手にやってくれるんで、そこは何にも触る必要はないんだけど、純正じゃないストロボで撮ってる人がおそらく大半かなと思います。純正じゃない人の方が多いので、その設定だけは普通はオンです。ただグローバルシャッターを利用しないとき、それどういうときかというと、シンクロスピード絶対にシンクロスピード以下で撮影しているときの、環境で撮影するときに、500分の1以下で撮影するときにストロボ格好調整は必ずオフにしてください。じゃないとなぜか多分夜とかちょっとパワーストロボのパワーが弱いとき撮影するときにはなぜか安定してないです。なぜか若干自分でもよく撮影してるんだけど、まあ、もし見つかったら後でよくに画像を出すかもしれないけど、10枚に1枚か2枚ぐらいはちょっと露出はずれてます。完全に当たってない、もしくは明るくなりすぎる時、まあ、大体安定してるんだけどちょっと安定してない時があったりします。もしストロボの発光タイミングでピーク時間を設定してなんか撮影してたら、その可能性がかなりあるかなと思います。なのでグローバルシャッター以下使ってない時はただオフにしてください。夜景ポートレートだったりスタジオ撮影で絶対500分の1のシャッター、500分の1以下のシャッタースピードで撮るとか、そういう環境の時はもうオフです。もう何も触る必要ないです。それだけちょっと注意した方がいいかなと思います。それ以外今までに撮影してた環境でシンクロスピードND フィルター使ったり、シンクロスピードそこからハイスピードシンクロで撮影する、250分の1より速いシャッタースピードはハイスピードシンクロで撮影するけど、ハイスピードシンクロで撮影するとストロボの効率が悪くなって、だいたい2段ぐらいのパワーが落ちます。それが今までのストロボを使っている時の常識です。ただα9-3 を使っている時にはそれはもうほぼもう関係ないです。もう忘れてもいいです。なのでグローバルシャッターの α9-3 のカメラプラスもう一台グローバルシャッターじゃないカメラをもし持ってて同時に撮影で使ってたら、おそらくちょっと頭混乱する可能性が高いです。もう完全に違います。もう常識がもう違います。今までだったらもう250分の1までND フィルター使ってたところが、今のままだったら250分の1より早くしてもストロボをシンクロします。問題ないです。ただここで覚えないといけない、これもう覚えないといけないところが、今までに全くそれを必要としたことないです。ストロボの発光時間、潜光時間、ストロボの潜光時間は今までに気にしたことない。よっぽど早いなんか格好とかが必要な環境じゃなければ気にしたことは一度もないです。カメラマンやって10年ぐらいストロボの潜光時間どんだけ早いか、ま、どうでもよかった、マジでどうでもいいんだけど、このカメラでは結構それ理解する必要があります。自分全てのストロボを理解する必要は全くないです。自分の使ってるストロボの潜光時間のどのパワーでどんな潜光時間になってるかはちょっとどっかでメモしといた方がいい。それだけでいいです。そして潜光時間とストロボカメラのシャッタースピードがあります。カメラのシャッタースピードが潜光時間により短くなれば、潜光時間というかストロボのその発光パワーがもう全部シャッタースピード以内に入らなければもう使われてないことになります。もうもったいない。つまりフル発光にすれば一番潜光時間が長くなります。まあ、大体ほとんどのストロボでフル発光で撮影するときに潜光時間が1000分の1ぐらいが、まあ、多いかな。その1000分の1のシャッタースピードで撮影するときに、もしシャッタースピードの潜光時間とシャッタースピード、この2つの単語がもう結構大事になります。もし1000分の潜光時間を1000分のシャッタースピードで撮れば
発酵タイミングをうまく調整すれば全然問題ないです。全く OK、 問題ないです。というか場合によって2000分の1にしても多分そんなに変化に気づかないんじゃないかなと思います。ただ1000分の先行時間を1000分の1の先行時間の1万分の1のシャッタースピードにはもうどう見てももう入りきれてないです。もう10分の1の長さです。1000分の1と1万分の1なので、こういう時にはちょっと知識が必要になるかなと思います。どうすればいいかというと、もう、おそらく1000分の1の先行時間で取るだけでもフル発光でこんな速いシャッタースピードで撮ってても、ストロボのロスがないので、あんまりもうロスがないので、そもそもそんなにフル発光を使う環境がだいぶ減ってしまいます。で、今でもだいたい私がすごい強いパワーを出すのにフル発光で撮影してた環境はα9-3 を使ってから全然8分の1とか16分の1でもだいたい撮れてしまいます。そうなると8分の1とか16分の1の先行時間が、ストロボにもよるけど、だいたい1万分の1だったりとか、そういう感じになるので、それで問題なく、その1万分の1のシャッタースピードに入ります。ただ、それだけかというと、そうじゃないんだよね。ストロボのパワーを調整すれば、例えば1万分の1の8分の1のストロボのパワーを1万分の1の先行時間の1万分の1、2万分の1ぐらい のシャッタースピードで撮るのはいいんだけど、なんか若干例えばパワー弱いな、もうちょっとなんか強くしたいなと思ったら、こういう時にストロボのパワーを強くしても全く意味ないです。ストロボ強くなったからといって、実際にストロボカメラの中の結果で強くなったかというと、全くそういうことはないです。なぜかというと、先行時間がそのままでストロボが強くなったからといって先行時間が伸びただけになります。だから実際に出した出力は伸びたんだけど、伸びたのがシャッタースピードのからはみ出している先行時間が伸びてしまっている。なので意味ないです。それだけでは取れないです。でももしかしたらちょっとだけストロボのパワーを増やしたからといって、先行時間はその時に若干右の方に動かしたりすると、それでもちょっと効率が戻ってくる時があります。それはあくまでも自分の持っているストロボで、特に一番最初使い出してから自分でいろいろ試す必要が、あったりするのかなと思います。もしかしたら今話してたことが結構、お前何言ってんの、もうこれ聞いただけでもこのカメラ買うのやめたわとか、そんなに難しくここはないかな。自分でも一番最初はあれ、ゴドクスの AD100 の先行時間が結構ずれてるな、あれこのストロボが逆に、もう本当に自分のよく使ってるストロボのどこにカメラの中で0から1000までマイクロ秒調整できる、そのマイクロ秒でどこにストロボが光るか調整できるので、それだけを何回か家の中でもちょっとテストすれば、それで結構理解するのかなと思います。個人的にもう2ヶ月ぐらい使って、結構もう無意識になってだいぶもう早くなりました。例えば何かの理由で、あれちょっと今全然ストロボ光ってるんだけど全然結果出てないじゃんってなる時があるんだけど、そのストロボが例えばゴドクスだったらだいたい700マイクロ秒から800マイクロ秒のどこかに見つけたら最高です。結構見つけます。すごい今も話してたら難しく感じたかもしれないけど、そうでもない。本当にちょっとだけ工夫すればどうにかなる問題かなと思います。でこれからもう私もα9-3 の先行時間の理解する講座とかも、やる予定です。やります。どっかで多分やるかなと思います。まだ発表はしないけど、どこかにはそういうコースとかもやるので、もし興味ある方がいればぜひコメント欄で入れてくれたら、また何か決まった時にはまた連絡するようにします。そういうちょっと難しいところがあるけど、少
少しだけ理解して自分のよく使っているストローブ、多分メーカーのウェブサイト見るだけでだいたいストローブごとにいろいろ多分書いてあるかなと思いますけど、それを結局自分のカメラの先行時間のグラフにも合わせる必要があります。 でここまでは難しいことだったんだけど、実は露出計めっちゃ使って、今までだいたい私が使った全てのストロボの先行時間とこのカメラの組み合わせ のグラフはいろいろ作ってます。グラフというか作ってます、いろいろ。でもう少しいい感じに完成したら、もうちょっとしばらくしたら公開しようかな、なんかの形で公開しようかなと思ってます。ゴドクスの AD100、AD200、AD300、プロフォトの2、プロフォトの B10、B10 プラス、日清とかもいろいろ、今は作っていってるところ、ちょっとだけ時間かかるんで、またうまくできたら、公開しようかなと思って、どういう形で公開するかはまた、また別の話、別の動画で話すかもしれません。気になる人いますか？ぜひ、下のコメント欄に入れてくれたら、めっちゃ嬉しいです。そういうなんか小さな、欠点があります。でもう一つはこのカメラの欠点、もう多分ファームアップで変わる問題ではない。もうただちょっと使いながら気をつけた方がいい点がもう一つあって、常用感度、ベース感度が今までのカメラと違って100ではないです。250になります。その250になるってことは1段3分の1高いです。それだけで感度がダメだって勘違いした人が多分結構いるかなと思うんだけど、ベース感度の数字のちょっと計算が若干変わります。今までだったら100を2段、明るくしてって言われたら 100×2×2 はもう400の回です。で今だったら250、もう少し計算が若干変わります。250×2 は 500×2 は1000という計算になります。なので感度100から2段は400、250から2段は1000です。ちょっと頭使わないといけない余計なところに。でもう一つ重要なところが、開放主義者として今までだったらどんなシャッタースピードでも開放で撮れるのは当たり前だったところも変わりました。何してんだって今までだったら普通にどんなシャッタースピードでもフル開放で撮れるんだけど、このカメラは違います。 F1.4 で撮れるのはシャッタースピード1万6000分の1までです。そうです、それより速いシャッタースピードで撮ろうと思えばF1.4 じゃなくて F1.8 より絞らないといけない状態になります。ちょっと開放主義者のプライドがちょっとだいぶ今傷ついた感じになりますね。え、ただあれそれより速いスピードシャッタースピードいつとんねんってもうちょっと思った人いるかもしれないけど、もう一回ベース感度考えましょう。今までの環境で例えば感度 100F1.4 8000分の1はすっごいいい感じの青空は出てました。ただ今からだったらもう同じ数字ではない、ベース感度は100じゃなくて250、1段の3分の1で、それに合わせてシャッタースピードを1段の3分の1まで合わせたらどうなるかというと1万6000ではないです。もう開放で撮れなくなる2万分の1になります。つまりすごい明るい夏の青空とかではもうどうしても絞らないといけなくなる感じになります。そういうちょっと小さな欠点があります。私がそれをどうやって変えてるか工夫してるかというと、もうカメラには今のところしばらく常に ND2 をつけてます。2、もう2だけでいいです。 ND2 をつけることによって実際に普通にちょうどその必要な1段ぐらいはもう調整できるので結構楽になるかなと思います。それがだいたい今まで使って α9-3 でちょっと欠点だなというところです。もし他の使っている方がいればそれをやっぱそれ難しいわとか何かあればぜひ下のコメント欄に何か欠点とか気づいた方がいれば教えてくれたら、めっちゃ嬉しいです。
では最後にこのカメラ一体誰のためなのかという結論に行く前に、ちょっともう一つ、もうだいぶこれ変わったぞ、結構やりやすくなったぞという点話してから結論に行こうかなと思います。でもう一回、昼間撮影している時にはだいぶ楽になりました。使っているストロボのパワーもすごく減って、もう日中シンクロもの革命になるカメラです。これは日中シンクロも明らかに変わったカメラ。それで何が変わったかというと、もう一つ重要なところが雨撮影です。雨撮影が今までだったら大体、バックライトを入れてすごい強いパワーになるんで、昼間は意外と難しいです。雨撮影、もしバックライト入れて雨撮影、雨をきれいに止めるのが結構、背景の工夫も必要だし、ちょっとストロボ、強いストロボがなかったらだいぶ難しいんだけど、α9C を使ってたら本当に普通の昼間、めっちゃ、多分ここに出すかもしれないけど、これめっちゃ明るいです。明るい環境で撮影している写真です。すごい明るい昼間でもだいぶ撮れます。もう雨撮影とか今まで昼間ちょっと限界があった、ストロボにパワーにのパワーに限界があったなという環境でもだいぶ楽になりました。それが α9C のもう本当にストロビストからしたらもうやばいカメラです。で、雨撮影って言ったんだけど、実際に α9C は雨とかそういう環境には強いのかというと、全然大丈夫。多分バケツで水やっても全く問題ないレベルだと思います。自分でも結構今まで、使って2ヶ月ぐらいではもう大雪の中で凍らしたり、めっちゃ土砂降りの中で濡らしたりとか、もう撮影はしてました。今のところ全く不具合も一つも出てないし、すごい問題なく全然使えます。なので結構強くなってきたかな、ソニーのカメラもと思います。最近は今までの使ってたカメラ α7-4 以下のカメラではだいたいホットシューにちょっとエラーが出たりとか、そういうことよくあったんだけど、今までもう一度もないです。 α9C でガンガン雨の中でも撮影してるし、雪の中でも撮影をしてたけど、今のところで全く問題ないです。ではおそらく40分ぐらいの動画にはなってるかなと思うんだけど、これから α9C は買ってよかったなのか、実際に誰のためのカメラなのかをちょっと軽く話してからこの動画終わりたいと思います。もう一回、皆さんは購入した人いますか、まだ気になっている方いますか、この動画を見て実際に何を感じた方とかもいますか、ぜひ下のコメント欄で教えてくれたら、きっとソニーさんもこの動画多分見てくれてると思うので、ぜひコメント欄で入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。で、前も言ってたと思うんだけど、このカメラは α9C はバードカメラマンとかワイルドライフ、動物撮影のためのカメラマンとか、スポーツカメラマン、これからオリンピックめっちゃスポーツ、そういう人のためのカメラではない。確かに連写性能とか、そういうところはもうやばいんだけど、それよりやばいのが、それより圧倒的に今までに変わってるのがストロボを使ってる時の効率です。もうありえないレベルでもう変わってます。ストロボ使ってる人からしたらもう革命でしか言えないです。もう極端に言うと、今までのカメラはもう、フィルムからの、一眼レフからのミラーレスカメラからのグローバルシャッターになるレベルです。ただストロボ使ってる人ももちろんすごい今から美味しい思いするんだけど、おそらくこれからも多分他のメーカーのグローバルシャッターも近いうちに発表したりするんじゃないかなと思います。そういう人のためにα9C はもう買いだなと思います。ストロボ使ってなかったら、ただローリングシャッターがなくなったりとか、いいところしかないっちゃいいところしかないんだけど、もうストロボ使ってたら、ストロボメインで使ってたら、広告撮影とかロケで、とっくにロケでストロボガンガン使ってる人からしたら α9C はもう革命でしかないです。毎回、ここでも言うけど、例えば
今持ってるカメラ追ってまであのグローバルシャッターじゃないカメラだったら、特に一眼レフとかだったら、一眼レフからもうミラーレスにそろそろ行こうかなと思ってる方でも、キャノンだったら MC11 で全然問題なく今までのレンズあの使えるっちゃ使えるけど、あのそうだよね、あの一眼レフとか使って全然今までのカメラ打ってまで買う価値があるレベル、ストロボ使ってたら本当に気軽にめっちゃ背景をアンダーにいろんな調整ができるレベルで撮影できるようになります。今までは20キロあの機材とかがいっぱい入ってるキャリーで朝から晩まですごい撮影3、4件してた撮影でも、その機材の量を3分の1、半分まで減らして撮影いけるようになります。それだけストロボ使ってたら α9-3 はもう1回何回もいいけど革命です。そうじゃなければ、例えば今まで普通に、まあ、キャノンの EOS R3 使ってる、ニコンの Z9 使ってたら全然それはもう素晴らしいカメラです。そういうカメラ全然問題ないです。あの他のカメラ全然問題なく撮れるんだけど、 α9-3 のメリットの一つが、 α9-3 を買ったからといって自分が写真をもっと上手くなるかというと全くそんなことはないです。そうじゃなくて、もっと効率よく荷物を最低限に抑えて実際にあのロケでライティングできるようになるカメラです。だからもう2ヶ月ぐらい使って買ってよかったかというと、もうマジで買ってよかったかなと思います。そして次に α9-3 で山だったり立山行ったりする、立山行くのがもうかなり楽しみです。今までだったらもう限界は20キロぐらいのリュックを入れて大山まで、登山するのはまあ限界かなと思うんだけど、それが逆にもっと軽くなったところでもっとガンガン早く行けるようになるし、あのすごい、まあ、撮影も良くなります。今までだいたい行くときは山行くときでも、もうだ妥協したくないので、だいたい500ワットのプロフォトの B10 プラスは持っていきます。ただ今回は持っていくつもり一切ないです。持っていたとしてもあのゴードクスの AD100 だったり、まあ、プロフォトの B10 は大好きっちゃ大好きだけど、でも予備バッテリーは持っていかないです。今までだったらこの前10月だったかな、すごい明るい時にあの立山で1日ずっと撮影してた時にだいたいバッテリー6本ぐらい予備バッテリーも入ってるし B10 プラスの、今回はそれはなしにして予備バッテリーもまああっても1個ぐらい、すごい調子乗ってめっちゃ撮ってたら、まあ、多分めっちゃ減る可能性ある、でも多分減らないかなと、今までのこの2ヶ月ぐらいもういろんな環境で使った経験ではほぼ電池なくなることないんで、まあ、もう最高です。だからストロボ使ってる人でしたら α9-3 はもうゲームチェンジャー、もう持ってるもの売ってまで買う価値があるレベルの、カメラ。多分私でももしあのそういう選択肢に迫られたら、例えばめっちゃ予算にもう限界があってもうどうしようもない、ああばどうしようってなったら、多分実際にこのカメラをロケで使ってるところを見たら、おそらく多分そういう感じの決断するんじゃないかなと思います。もうストロボ使ってる人からしたらゲームチェンジャーのカメラです。それがもう私の結論です。で結構実際にまあ今そう言っても α7-3 はもう使わなくなるかというと、大好きなカメラなんでそんな使わなくなることはないです。あの全然今からでも使おうし、普通に結構好きだけど、ただ効率よくいきたい時にはやっぱりもうマジすげえ、あのすごいコンパクトな感じでロケ撮影いけます。特にストロボ使ってたら OK。 この動画はもうこれで終わりたいと思います。もう一回最後に告知ここまで見た人がもしあのちなみにこの多分40分50分ぐらいの動画ここまで見て、そしてチャンネル登録してない方がいれば、一体何してんねん、ここまで来て何してんねん、早くチャンネル登録してくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてぜひあの下のイエイボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。でもう一回告知、あの4月6日におめだの阪神百貨店の前だったかな、
梅田 の, あのダイヤモンド地区阪神百貨店の前だったかな、あのセミナーします。夜で桜をバックに撮影、もう夜桜での撮影のセミナーをするので、ぜひ遊びに来てくれたらすっごいいいイベントになるんで、梅田のダイヤモンド地区へと4月6日。そして4月6日はちなみに同じ日に私あの京都のヨドバシカメラの規模の撮影会も入ってます。それは朝から3時半までやって、そしてあの夕方の5時半か6時だったかなからは、ダイヤモンド地区であの梅田で、梅田の綺麗な夜景のビルの間に夜景での桜が咲いてたら、もう夜桜でのポートレートのセミナーもします。それの URL は下の概要欄に入っているので、ぜひ見て、そしてぜひ遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてもう一回、ここまで多分50分ぐらい来て、このチャンネル登録してない方がいれば、ここまで来て登録してないってどういうことやね。ぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、エルコでした。イエイ。